さあ試合開始、行きましょう。第2戦ガンバ4バックできましたね。いいんじゃないですか。ガンバ4-4のフォーメーションです。どうも、再びガンバ対橋本、鹿島アントラーズ。ここからシジクレイ、カジ、持久力のある選手です。もう一回鹿島アントラーズのアウェーに来ております。アウェーなんでね、じっくり攻めましょう。安田山口、これは右に振って0対0でもいいよ、うん、それぐらいの気持ちでね。シジクレイ、しっかりだ。山口、安田、橋本、激しく奪い合います。とっとっと、おっとっとっと、明左へ出した。そこから山口、右へ出した。来た、遠藤がスルーパス、これは合いませんでした。どまい、ここはよく守りました。おっとしまった、ここは阻まれました。いい攻撃だ。青木、中盤のプレイヤーです。鹿島誰、青木。さあ競っていく、誰だ、柳沢か。柳沢、この辺から少し前線で止められる回数が増えていますよね。おー、ちょっと上がれがちですよね。そらそうだよね、びっくりした。早かったですね。 OK、 マグナウペス、ヘッドで競る。プレッシャーをかけます。北川、現在ゴールランキング2位、今戦っているリーグでの順位です。おっとおっとっと、前半も15分が過ぎました。作り直そう。カジ、小さく出した。さあどうする、来た、カジ来た。中の味方は3人、なあダメか。野沢、ここは精一杯クリアします。シージクレイ、後ろへ下げる。 OKOK、 右へ回す。0対0ペースの試合運び。このサイドチェンジ、遠藤行かなくていいよもう。 OKOK、 これは流れていきます。マイボーマイボー、チャンスチャンス。マグノアウです。さあバンド来た、バンド、あーたー、ホームラン。これは惜しい。バンドチャンスでだったよね、今。いい感じですよね。ああやって打っていくっていうことはいいことですよね。右にはたいて、やっとさんがこんなとこに。明治、中盤の選手です。ワンツー失敗、ここはしかし多いわ。マグドアウです。バンド、このツートップにうまくちょっとカウンター気味でいこうぜ。もう一歩及びません。オーケー、バンド、マーグのアウベース、前から前から外へ開いてきた。うわー、バンドディフェンス、橋本も戻れ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 。さあ前にいるぞ、あと少しで前半。バンドキープキープ、オッケー、横へ運ぶ。指示くれ。サイドチェンジ、サイドチェンジ。キャビアさん、はい、アウェー側ですけど、中盤の選手に対してもっとサイドへボールを振っていけとメッセージを送っていました。そうですか。二川ワンツー、伝えてワンツー来た、来た、ボールがずれた。右へのクロスが出たんですが、ここは合わせられませんでした。うわ、届か、やるな今の。今の取れたぞ。明神、アントラ、中央を上がっていきます。元山、おっ、ここでホイッスルがありました。やはり抜けるとショルダーチャンスになるところですからね。キーパーキーパー、おー、なんとかクリア。声かけようぜ、おい。ディフェンダーは必死にコーナーへ逃れました。誰、でもいい試合してますよ。そうですね、クリアクリア、あーぶねー、クリアしました。競り合った、遠藤のスルーパス、うまく決まりました。マグナウペス走れ、さあよーしたー、一人で行け。細かいボールの奪い、うおー、オンゴール、やった。これは値千金、オンゴール、打てば入るでしょうかね。こういったプレーはちょっと注意してほしいですよね。マグナウペス落ち着いて枠に入れて、オンゴール、よし。これアウェーの戦い方としてはもう100点だね。オンゴールで失点を許しました。得点は得点ですからね。
自陣で守る時のギリギリのところでは注意したいですね。高尾行け。ああ通された。誰か戻ってこい。さあ競っていく。これから前を向こうというところだったんですが突破できませんでした。よしよし落ち着こう落ち着こう。ディフェンスラインで回します。もう前半終了でいいよ。カジガンバ現在1点差をつけています。でも本当に今日はうまくボールを回せていますよね、うん、やはりそのあたりがですね今日の得点に結びついていると思います。戻れ戻れ戻れみんな戻れ。そういった基本的なところを意識してプレーしてますよね。ディフェンスディフェンスを意識、はい、だんだんとこう中盤を支配されだしている感じも見えるんですね、はい、よくパスコースを見切って動いた方がいいですよね。よしよしよし OKOKOK キープキープ。真ん中に返す遠藤。山口危ない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 よ。そこのパス回し回しています。 OK 前半終了のホイッスルです。狙い通りのもう試合展開ですね。北澤さん何でしょう。ガンバ先制して折り返しました。この結果どうご覧になりますか。鹿島のねいいペースで試合の運びができましたよね。守りも悪くないですね。メンバーが目立たないね。 OK 支配率ボールポゼッションでも上回っていますが、そうだね、はい、そうやって相手に隙を与えないこと。あの選手交代コンピューターに任せたんでね。さあ自動選手交代になります。ガンバ今のところ支配率で上回っています。 OK これでいいんだ。あ味方がいないところへ流れた。どまいどまい二川前から行け。胸で落として。おっと誰元山か。ドリブラー元山。内田競り合った。おいおいおい3人もいるのにしっかりディフェンスしようぜ。後ろからさらに行く。おお取れない。さあここに出てきたぞ。オフサイド。ああよかった。オフサイドですね。え内田篤人がいるの。オフサイドです、さあリプレイです。微妙なタイミングでした。内田篤人がいるのか右サイド。あ左サイドか。いいですね。ナイストラップだな。スペースを潰しました。戻れ。前へボールが出て二川もナイス戻りですね。うちのディフェンダー陣今回は守備を頑張ってる。きたーループおっといいボール出ました。マグナウベス。あーキーパーパンチング練習通りのスルここは集中した方がいいですね。さあ得点パターン。さあこれは遠藤からマグナウベス。柳沢遅らせろ遅らせろ。現在ゴールランキング2位。これはリーグでの成績です。右から上がっていきます。さあ競っていく。まだコースを探しています。ここから本山。おっとまだ諦めていません。やっとさん戻ってきた。あーやっとさん抜かれる。あ空振り。あー硬い伸び空振りしたぞ。ヘディングガンバとしてはまあうまく守れてると思いますが。 OK 前に前にマグナウベス耐えろ。あ取られた。左へ回してサイド。あ取られた狙われた。戻れ明神戻れ。壁を使います。大事なところクリアしてこう。さあ縦。おーボールはタッチを奪います。ラストタッチは柳沢。前に蹴っとこう胸で落としました。よしちょっと落ち着け。右サイドからよっと、今よろしいでしょうか。ホーム側ですけど選手にアップの指示が出ていますね。交代がありそうですね。なるほど交代があるようです。いやマグナウベスキープしてほしいな。そこは競っていく。おお全員抜かれた。大事なところ一人指示クレーが行くのかちょっと怖いな。このボールをカット通りません。うん大事なところラファーズか。まあ守る側からすればオーキメシチュエーションでしたからね。あ、イエナが入ってきましたよ。安田に代わってイエナひとまず交代になりますけど結構イエナがディフェンスっていうのもねなかなかの起点を作ってたんでしょう。そういった要所要所での働きが非常に良かったと思いますよ。 OK 監督はもう1点取り逃げって言ってるよね。イエナが交代しかしもったいない。はいしかしこれは合いません。カジ今日も右サイドでプレーします。おお来たかマブダウベス。オフサイドか。オフサイドです。なるほど。お前お前。
アウェーのサッカーも面白いね。よっと、さあ中から行きます。おお、クリア。バン、あ、いいカットですね。あわよくばバンド拾ってくれみたいな感じでね。後半30分を回ろうというところ、うん、それは無理だな。短くつなぎます。神谷さん、よし、どうぞ。ホーム側動きますね。2枚目のカードを切ってきそうです。2番の選手を下げて代わりに22番が入るようですね。なるほど、交代があるようです。誰だ、抜かせません。マグノアウベス、キープキープ。マグノアウベス、お、家長が来た。左から行きます。ドリブラーですよ。ドリブラーで、ここまで上がっていました。ドリブラー一人で、こう抜けてきた。あ、コーナーにならず。中を見ている。お、遠藤空振り。遠藤空振り。最後からの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。明神頑張れ、明神遅らせろ。オッケーオッケー、明神ナイス。家長が頑張って戻れ。いいよ、攻められました。右へ出した。山口、シジクレイ、シジクレイ、カジ、激しいチェックに行きます。二川からマグナーベス、オフサイド。このパスはオフサイド取られましたね。でも惜しかったよ今のは。ちゃんと一応戻ったんだけど、全然オフサイドだね。全然オフサイドだね。アントラーズ怖いよ。競っていく。よし、ナイスカット。おお、バンド、ナイスキープ。後ろ誰かいないのか。今のはファールです。ファール、バンドやるな。エンドのフリーキック、よっと、ヘディング。ああ、ああ、しまった。やってもだ、後ろからやっちゃった。つい出来心で。レッドカードです。明治レッドカード。レッドが出ました。明治退場です。ガン、ちょっと状況が苦しくなりました。参ったなこれ。さあ、今のファールリプレイです。後ろから行ってますからね。ボランチいなくなっちゃったね。ダニーロ倒されています。この上がりですよ。ディフェンス、ディフェンス。素晴らしいディフェンス。中へ一人入ってきた味方の選手が入ってきたところで、そこを入れてきたんですが、ここはしのがれています。これは繋がらない。ちょっと落ち着こう。リターンからシジクレイ、一人減ったよ。ディフェンスラインでパスを回しています。ああ、トラップ何してんの。マグナアウベスとバンドに頑張ってもらいたいな。右に出して、右のサイド上がっていきます。うー、ちょっと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 真ん中、やばいやばいやばい。左へ出した。一人足りないよ、一人足りないよ。ここ、指示くれ。さすが、ここはディフェンスされました。試合終了。マジオンゴール値千金で1対0。頑張っ、1対0で勝利。踏ん張りました。嬉しい、2連勝。後半に入って10人になってしまったのはガンバ。はい、そうですね。そうなんだよね。しかし、このオンゴールね、打てば何かが起こる。そうですね、よくこの逆境を乗り越えたとも言えますけども、底力ですよね。このシュートもね。では本日の試合内容を振り返ります。なんかもうカウンター気味で全然押されてたけどね。マグノアウベス、非常にいい形でシュートを打ってきました。よかったよかった。外れはしましたけど、うまく攻撃パターンにはまったケースですよね、うん、もう少しクロスの精度が高ければ、これ危なかったね。ね、それからさっきまで画面に出ていたシーンですが、前半37分、オンゴールのシーンがありました。はい、そうですね。まあ選手に対しては今後プレーに影響を出さないためにも、あまり引きずらないでほしいですね、うん、これレッドカードね。レッドカードにはちょっとビビったな。1対0ガンバ、見事試合をものにしました。一発レッドだったね。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。シュート3本、皆さんまたお会いしましょう。マンオブザマッチは橋本でした。いやー
レッドカード明神出場がね87分になってるし、いやなんとか勝てましたよ鹿島。うん、次回3連勝を目指して頑張りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。